こんにちは、はじめまして、パルクールチームモンスター PK のヤクワです。ユータロです。もう一人ゼンがいます。パルクールっていうのは、街中の環境を使って自分たちの体をこう動けるようにしていくようなストリートカルチャーです。この度、僕たちモンスター PK の3人が東京の街を舞台に、パルクールで培った肉体を生かしてパフォーマンスを行いました。で、1秒間が2000フレーム、2分ほどに伸びてしまうようなスーパースローモーションカメラで撮りました。超かっこいい映像を制作中です。テイク3。このプロジェクトを制作した D&D です。そのショートフィルムとは別に、ほぼ静止した各カットの映像を動く写真として展示発表しようと考えています。撮り素材を作品として展示する、写真とも映像とも言えない作品です。映像を作って YouTube などに載せて終わるのではなく、実際作品展示を通していろいろな方に出会ったり話せたりする場を作れないか、そういう思いでこのプロジェクトを考えました。また自主制作となる費用が自己負担になって、一回資金を使ってしまうと次の作品がなかなか作りづらくなったりします。そういったジレンマがなく、純粋に制作をし続けることができる環境や習慣ができればいいなと思っております。そこで今回モーションギャラリーにて作品発表の告知をし、そしてご賛同いただける方に出資ご協力いただけないかと考えました。リキッドルーム2階肩にて11月25日から28日開催を目指し、現在編集音楽制作作業を進めております。皆様から頂戴した資金は、展示会場費、モニターなどの装飾機材費、また映像制作にかかって機材、人件費用に充てさせていただきたいと思います。何卒ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。